東方旅行記は14世紀後半に成立した旅行記。ヨーロッパ、中近東、アジアを遍歴したキシジョンマンデビルの一人称の物語となっている。二部構成となっていて、第一部では聖地エルサレムへ至る巡礼の旅で遭遇する事物がいくつもの陸路、回路を通過する場合を想定して描かれ、第二部では聖地よりさらに東方のヒキリスト教世界のキー教団の 数々を描く。日本では1919 19年にマンダビル東洋旅行記として出版された。キシサー・ジョン・マンデビル。イギリスのセント・オール・バンズにて生まれ育つ。1322年9月29日聖ミカエルの日にエルサレムの教会や聖堂を訪れるためにイングランドを出発し、1356年に帰国する。その後訪れたのは エルサレムの聖地だけでなく、世界各地へと足を伸ばしたと主張し、旅行記を書いた。しかしながら、マンデビルという人物が実在した確たる証拠は存在しない。マンデビルの正体に関しては、山氏、経歴を詐称した、フランス人、殺人者、実在の人物ではない、など文献が残されている。また、東方旅行記を書いたのは、マンデビル以外だという説もあり、 ベルギーのリエージュの内海、ジャン・ド・ブルゴーニュ、リエージュの交渉人、ジャン・ドゥートルムーズ、作者を特定しないまでもイギリス人の作であると、するものがある。ドゥンデイヤ島の近くの島に住む一本足の人間旅行記の成立時期は、明確になっていないが、1360年よりもやや、後の時代だと考えられている。1725年に刊行されたコットン版の、 英訳本の記述より、従来は旅行記の原文は、ラテン語で書かれ、著者であるマンデビルによってフランス語に訳され、その後英語に訳されたと考えられていた。しかし、コットン版の翻訳には、誤りがあり、フランス語版の序文から、原文はフランス語とする説もある。東方旅行記の内容は2部に分けることができる。第1部では、 コンスタンティノープルから始まり、ビザンツ帝国の首都から南下して、キプロス、シリア、エルサレム、シナイ砂漠の修道院を訪れる。第2部では、インド、中国から、ジャワやスマトラに向かう。ファンタジーの世界で描かれていて、首から上が犬になった女、相当の狩り、巨大なカタツムリ、体全体を覆うほどの巨大な一本足の人間、など現実には存在しないものが登場する。 マンデビルの旅行記の内容はいくつかの書物を転居に、旅物語風に編纂してできたものである。ボーベの晩餐の百科全書、世界の鏡、フランシスコ海修道士踊り子の旅行記、アルメニア王国のヘイトンの東洋史の成果などから引用されている。そして、世界の鏡の中で引用されている、フランシスコ海修道士、プラノカルピニの報告書、大プリニュース、 ソリヌス、ヒエロニムス、セビリアのイシドールスなどの文章、アレクサンドロス・ロマンスが孫引きされている。当時の王公、聖職者さえも熱中して、マンデビルの旅行記を読み漁った。地理学者は旅行記を下地に、新たな地図を作成し、マンデビルが母したと思われる1360年代には、修道院の写本作家によってオランダ語、ゲール語、チェコ語、カタルーニャ語、 ワロン語などのヨーロッパの様々な言語に翻訳されていた。ヨーロッパの主要図書館には300冊を超える写本が保存され、これはマルコ・ポーロの東方圏文読の4倍に当たるとも言われている。マンデビルの旅行記は知識という点においてはほとんど何の貢献も果たさなかった。しかしマンデビルは旅行記にて一方向に公開することで世界を一周することができること。 地球の反対側から故国に戻って来られることを史上初めて証明したと主張し民衆のほとんどが地球一周は不可能だと信じ込んでいた時代の一軍の探検家に未知の土地に対する進学的現実的根拠を与えた。コロンブス、カナダ北東岸を探検した英国の航海者マーティン・フロビッシャーは航海にあたってマンデビルの旅行記を参考にし エリザベス一世の調和を受け北米植民を企てた英国の軍人、探検家であるウォルター・ローリーは旅行記の内容がすべて真実であると断言した。15世紀、16世紀の探検家は未知の土地に関してはマンデビルの情報に頼っていた。文学面ではマンデビルは14世紀の大作家の一人とみなされ、ビクトリア長期までマンデビルは 英文学の父として称えられていた。シェイクスピアの儀曲、リア王の親を喰らう、スキタイ人、テンペストの怪物のように、マンデビルの旅行記の影響を伺わせるエピソードがあり、さらにエドマンド・スペンサーは、妖精の女王に腰まで届く長い耳の男を、マンデビルの旅行記から持ち出し、ジョン・ミルトンも1634年の仮面劇、コーマスに、マンデビルの怪物の一軍を登場させている。 他にも、ベン・ジョンソン、ジョナサン・スウィーフト、サミュエル・ジョンソン、ダニエル・デフォー、サミュエル・コール・リッチなども、マンデビルの旅行記を著作の素材としていたと言われている。16世紀の探検家たちの活躍によって、マンデビルの評価は下がり、19世紀のビクトリア長期には、マンデビルの文学者としての評価も大きく下落する。研究者たちは旅行記の内容を、 過去の文献の引用と著者の空想によるものだとみなし、マンデビルは実際に東方に旅立っていないと結論付けた。また、マンデビルの旅行記は18世紀のイギリスで流通した安価なチャップブックの題材として好まれ、あらすじをまとめた本として販売された。しかし、旅行記の内容はほとんど省略され、文章も原型を留めていない簡素なものになっていたが、こうした形態は、 単純に珍奇な話を求めるチャップブックの読者層に適していたとも言える。ありがとうございます。